さあ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 、今日は何が落ちてくるんだ。もう楽しみ、もうこれが楽しみで、マリオメーカー2の実況を淡々とちょっとずつ上げていけてるからね俺。もうこれが楽しみ、何が落ちてくる。うん、最近買ったばっかのとこに入ってきたムニノスケのめっちゃ可愛い写真を収めた。はい、今日はどうも、カルスケーキでーす。さて、最初のケーキ漬け、これクリアしてね、最初は始まるという俺の伝統のカルスケーキ。さあ、今日はね、みんなでバトルをね、やっていきたいと思います。まあ、みんなでバトルね、言うて1、2回ぐらいやったことあるんですけれども、まあ、あんまり本当にやったことないんで、しっかり実況していきたいと思います。さあ、お、俺はマリオだ。うわー、やった、マリオだ、オラオラオ。おい、毒キノコたちはどいとけ、お前よ。すごい重いんだけど、すっごい重い。いや、321が遅すぎる。どうした、ここの主催者ヤドン。いや遅すぎるでしょ、どんだけ遅いの。キャ、ね、これ無重力空間でやってるのっていうぐらいすごいことになってるんだけど。おお、これもそこで早く行ってもらってもいいですか。早く早く行ってもらってもいいですか。ちょっと、うわー、いや、ケツに食い込むのやめてもらってもいいですか。もう、なぜかわかんないけど、とりあえず、この重い中、1位になれましたね、一応。まあなんか、普通に嬉しいけど、なんだろう、この不甲斐ない感じ。さあ、やっていくぞ、2戦目。今回は重くないね。俺、この青色のキノコですね。やっていくぞ。オラオラオクリボー。俺はな、もうね、アイテムなんかに頼らねえ男なんだよ。わかるか、アイテムなんていらねえ。俺はな、前を突っ走って生きていく。俺はそう、お母さんに叩き込められ。何言ってんだよ。どんだけどん底に落ちようがな、復帰する心の大切さを教えてくれたんだよな。俺のお母さんなんだよ。こっから勝つ。それが人生っていうもんだろ。まあ、大きくなっとけばね、もうね、死なないんで。まあ、死なないんで、大きくなってんの関係なくさっき落ちたんだけど。しゃあ、今度はこの青キノコだぜ。キノコには使い慣れてるからな。いや、なんかさ、2000一応勝ったといえさ、なんか勝った気分にはならない、なんか勝ちじゃん。だからちょっと今回はしっかりなんか、競り合って勝ちたい。オッケー、一番最初に入ったのは、選ばれたのは青キノコ、カビ、青のキノコです。いやー、なに？おい、お前ら落ちてやんの？はい、これ俺ゲット。これゲット、待って待って待って、ウーバーイーツ。やばい、ウーバーイーツ。ウーバーイーツ。よーし、やっていくぞー。いやね、ろくな試合見せれてないからちょっと頑張りたい。しかもね、俺こう見えて、まあ、どう見えてかわかんないけど、俺こう見えて、おい、おい、どうすこれ、お疲れ様です、マリオさん。マリオさん、お前ばっか目立ってね、こっちのルイージは困ってる。ありがとう。え、あ、そういう感じだった。ド M だった感じなの。まあ、こう見えてね、俺夜の9時にね、寝ろっていつもね、言われてたんですけど、我が家庭は。いやー、この、見た？見た？我が家庭は夜の9時に寝なさいっていう家庭だったんですけれども、ですね、俺、なんと、マリオは布団の中でいつも9時以降やってね、次の日寝坊になってたんで、すいません、すいません。なのでね、俺はマリオには自信があるわけですよ。だからね、しっかり、この試合も勝って、でもいいね、なんか今までとは違って、いい感じで、おい、お疲れ。いやあ、ごめんなさい、あ、死ななかった。これどっからどこ入ればいいの。あ、コインめっちゃくれる、コインめっちゃくれる。はい、お疲れ。お前それ、分かってなかったか、お前。それ言ったらやばいやつなんですよ。え、待って、これ、どうすればいいんですか、これ。あ、分かった。こいつをうまく利用して、利用できなかった。え、待ってな、本当にこれどうすればいいのか分かんないんだけど、俺。これ本当にどうすればいいの。とりあえず、これ必要だよね、多分ね。これでなんか、ぷくってなのかな。やばいやばいやばい。バカバレる。バカバレるよ。どうすればいいんだろう、こっから、こうして、こうして、ここまで引きつけて、あ、無理か。これはもう勢いで、邪魔くせえよ、お前は。邪魔くせえって。みんなでやり直しませんかって、そんな簡単にやり直せるほど人生甘くねえんだよ。あ、はいはい、わかったわかったわかった。これこうして、こうして、こうするんだ、こうす、ああ、はい、ああ、わかるわかるわかる。ああ、そういうこと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 、どこまで行けばいいのかな、俺。どこまで行けばいいのかなー。え、なになに、これ、もうほんとわかんないんだけど、なにこれ。あ、ギブアップしてる人いるけど、ドリームなんとかさ、夢諦めちゃったの早いよ。あ、なんか、ピヨンピヨン、あ、わかったわかったわかった、オッケーオッケーオッケー。はい、ピヨン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 。はいはいはい、このオンオフスイッチ押さなきゃいけない感じで。よし、取ったー。はい、もう行くぜ、俺は。とにかくこう言って、ビリッ
違うんだよ。お前押せ、ナイスナイス、お前が押してくれたおかげで進めるようになった。おい、お疲れ、ありがとうな、お前が押してくれたおかげで。お前、ごめんなさい。あ、いや、こっちの僕、俺の勝ち。おっしゃー、見たか、めっちゃ時間かかったけど、あぶれー。よっしゃ、やっと張り合って勝てたみたいな感じするわ。はぁ、オッケー、見たか、やっとちょっとマリオメーカー2っぽい動画ができたよ。さあ、やっていくぜ。今回はね、なんかね、協力プレイで、なんかゴールを目指すみたいな。え、なにこれ、簡単、普通、難しい、とても難しい。え、みんな難しいにしてんの？じゃあ、難しいでいこうか。なんか、これは、まあ、みんなで一つのゴールに向かって協力してゴールするみたいな。さっきまでやってたのはバトルだったんですけれども、今回はなんか協力なんで、まあ、ゆっくりみんなで、まあ、協力し合ってゴールを目指すっていう、なんか多分平和なステージだと思うんで、よーし、これでなんか心がもうね、なんかや、いいもん、なんか、あ、なんかゆっくりできるな、みたいな。のこのこ寝てるね。あー、でもた、あ、ちょ、いやいや、協力してください。オーケー、はい、乗ります。はいはい。あとについていくわ。もう、お前ら協力する気ないだろ、絶対。なになに、おー、なんか、いいよいいよ、なんか、助けて、助けて、おい、よ、あん、あん、まあ、そういうことね。ごめんなさい、ごめんなさい。これじゃあ別に、あれだな。これ上行ったら何なんだ。みんなで協力し合うステージだからね。うん、緑キノコでしたね。あ、しかも取れない。協力し合うステージなんで、これでちょっと、邪魔くさいよ、あなた。あ、邪魔くさいよ。うん、あ、お前、何やってんの、お前、ピンクキノコ、お前。邪魔くさくて、何もやってない。やだー、くぅ。オッケー。いよいよ、ありがとな。協力し合おう。オッケー。やばい。ちょ、やめなさい。あ、もうピンクキノコ、お前。もう何なんだよ、本当によ。じゃあ、マリオのとこから、行くか。オッケー、マリオ一緒に行こう。じゃあ、俺下行くわ。うそ、あ、ピンクキノコ、お前、ヤッホー、さっきの。あ、ピンクキノコ取らせてあげて、俺は死ぬというね。あ、ピンクキノコのために俺は死ねる男になっちまったのか。さっきまでピンクキノコにガチギレしてたのに。協力だからね、言うけど、みんなこのステージ。協力しよう、本当に。いやー、やばいって。なんでピンクキノコ、お前、入って出てったの。お前、俺を身代わりにしてて、ピンクキノコ、お前だけは絶対許さねえ。おい、おい、やめな、お前。ピンクキノコ、あ、ピンクキノコ、お前強えな。じゃあな、お前、お前は捨て駒だ、捨て駒。さてさて、早く。あ、入れるね。はい、お先に失礼します。あ、待って、バトルになってる。バトルになってるから。バトルになっちゃダメなんだよ、このゲーム。協力ですかね。俺の性格出ちゃってましたね、今。あれ、これなんか俺だけ先進んでる？それとも戻ってる？あ、俺だけ一人で戻ってましたね。あ、やばい。やばいやばい、戻ってる。あ、戻ってるから、俺。そう、戻ってるから、俺。行きまーす。なんだよ、おめえ。入ってたか。さて、ピンクキノコちゃん、俺はどうすればいいの？これ、また戻っちゃうんじゃないの？戻ってよかったってこと？戻ってるよね、これね。戻っちゃダメだよね。うん。意味ないもんな、これな。あ、赤コイン全部取ったっぽい音したね。さて、じゃあ、こっから協力したいんで、一回これ死にまして、で、ルイージかマリオ、あ、こっから先で行きますか。ピンクキノコ、ピンクキノコ、お前あんなに頑張ってたのに、ああ、ピンクキノコと俺、ピンクキノコあんなに頑張ってたのに、あの兄弟、ふざけんな、お前。俺とピンクキノコの絆、お前。はい、ってことでですね、もうちょっとあっちで精神的に参っちゃったね。スプラトゥーン2の今ね、ぬらねばを演奏してみました。今ぬらねばってなんだ？俺一応スプラトゥーンを結構やったりするんで、もう一応知ってる音楽なのかもしれないんで、ちょっとね、バトルとね、協力でね、精神的にちょっと参ってきちゃったんで、ちょっとね、この音楽ステージでちょっとまったり、最後は終われればいいかなと思いやっていきたいと思います。まあ、この曲がちょっとわからないな。今、ぬら、ネバー。なんだ？多分聞いたことあると思うんですけれども、ちょっと聞いてみますか。
うおーすごい、これがなんか名前忘れたけどネバネバネバーみたいなやつだったんだ。いやすごいんだけど、スプラトゥーンをね、俺大体もう5、6年、5年ぐらいやってんのかな、初めてこの曲名知った。